今日は月山日本刀鍛錬道場にやってまいりました。早速お邪魔したいと思います。ようこそ、ガッサンの方にね、お越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。大変珍しい、刀の仕事しておりますけども、ちょっと、簡単ではございますけども、はい、ご説明させていただきます。はい、刀には、それぞれの伝統の技術がありましてね、備前の岡山の方ですと、備前殿、はい、曹州鎌倉ですと、正宗と、それぞれの有名な技術がずっと流れているわけです。はいはい。この月山、今日お見ていただいたこの月山は、山形県の月山っていう信仰も、こちらも、出羽三山で有名ですけどもね。出羽、羽黒、湯戸の月山、有名ですけども、この月山のふもとで月山火事が発祥したんです。はい。それも800年の歴史ずっとあるんですけども、そういう刀が残っておりましてね。今回、刀院さんに、月山さんに行こうって言われたときに、私もてっきり山形県のこっちの月山だと思って、泊まりだよなぁと思って、奈良だよって言われて、そうそうあれやな。月山派は、今から遡ること800年ほど前、奥州では月山の霊場に住み、刀剣鍛錬の修行を積んだ、鬼王丸を祖として現在まで作刀技術を受け継ぎ発展してきました。では月山にいた月山貞吉という方が幕末になると大阪に移住し、大阪月山と言われるようになり、明治以降ここから帝室技芸院人間国宝を輩出しました。また伊勢神宮や春日大社などの御神宝、皇室行事に関わる刀剣を鍛錬してきました。復興して認めてもらおうという、はい、多分その、意思があったと思いますけども、はい、大阪に出てこられたんです。月山から大阪に出てこられたんですね、はいはい、そして、今大阪城のね、はい、近くなんですけども、そこに住まいされてまた刀を作ったわけです。これその刀がそう、こういう刀の時代です。これ隣のは室町時代のね、担当お守り刀ということで、月山火事は山伏となって刀を腰に刺して自分のお守り刀を打って、そして全国を行に行けるっていうような刀火事でした。特殊な刀火事。先ほど言いましたけども、刀にはいろんな技術がありまして、この月山の刀を見ると、この綾杉肌っていう、黒い部分に地金って言うんですけど、この綾の模様が表面に現れてくるわけです。はい、ここ、はい、そうです、そうです。それを見ると、これは月山の刀だなっていうのが、まあ分かってくるわけですね。で、いつの時代かとか、作者は誰かっていうのは。時代によって違うんですか？少し違います。基本としてはこの波のような模様は月山派の特徴なんです。うん、刀剣界でも、もう、それはもうよく知られてるんですね。はい、そして伝統の刀鍛冶として月山がずっと、このおざり、その前の方のおかげで、まあ月山っていうのがより知られるようになったわけです。もうご先祖のおかげでね、やってる。また、私の親ももちろんそうですけども、私の親はこの伝統技術を受け継いでやってたんですけども、はい、戦後、こういうものは作れないっていう GHQ からの、そういう命令で禁止になったんです。もう大変苦難な時代に遭遇した。もう、月山も
大変でしたけど、他の刀鍛冶の人も大変でした。転職や廃業に追いやられるような時代でした。でも後継ぎっていうのは後継者がもうほとんどもうなくなってきたわけですね。少なくなってきた。でも私の親もここまで続いて、ガスさんが大変なことになったなっていうことで、もう息子にね、こういう仕事を継いでくれとは言えなかったみたい。大変苦労しました。でも、その辛抱して忍耐と技術を忘れないようにやってた、認められて、重要無形文化財保持者、人間国宝っていうに認められたわけですね。それが良かった。天皇陛下が皇位を継承された証として、賢治等承継の儀があります。この中で三種の神器の一つである剣が受け継がれます。また、皇室に新しくお子様が誕生したとき、守り刀を授ける試験の儀という儀礼があります。このように刀は、神に通ずる霊威、権威の象徴としての側面を持っていたことが汲み取れます。大変なことになった。もうそれはもう、心中ももう大変な思いしちゃされました。そういうことで認められて、この後次どうするんだろうっていうことで、まあ、私は、男三人兄弟、女も姉おるんですけども、継げるのは私だけ、そういう時代に遭遇したわけですね。うまいことがあったわけです。はい。なんとか技術だけ覚えていこう。このガスさんの技術を覚えておこう、大切なとこっていうのが始まりでした。もう。そして、戦後は美術刀剣。で、国から承認、美術刀剣というふうに承認されて、登録制度でして、認められるように作ってもいいってなったわけですね。それでも全国の方々にもハッとしたわけですね。よくまあ、今日に、やってるわけですけど、そうやってその中で、また、春日大社のご神宝とか、名誉のお仕事をいただくようになりましてね、よかったなっていう思いで、毎日感謝の思いで、ご先祖やみんな、周囲のお皆さんのおかげで、感謝の毎日です。伝統技術ですね。神宮の、ね、戦後も、全部ではないけど、今、また少し、変わってあるんですよね。そうです、はい、うん、で、今日は時をご説明するか、これどうか、今いろんなね、時代が遭遇してますのでね、ウクライナの戦争。うん、私もこういうものを残しておきたいな。うん、ワールドピースって。金像眼で。金像眼でね。字を刀に埋めてやる。刀鍛冶としても何か思いをね。こういうものを刀に。思いを、自分の思いを。で、こういうものを作って、また残しておきたいなって思うのがこういう形になってる、うん、はい。直刀っていうのは、聖徳太子とかが、これを指してる、権威の象徴でした、昔はね。まっすぐな刀。そびがつくのが時代が平安時代、中期ぐらいからちょっと刀になってくる。うん、刀っていう。それはでは、聖徳太子とか、ああいう時代のね、直刀、権威の象徴です。そういうものです。このまっすぐな刀でもうなんか切ったりはするんですか？しない。もうその。そうですね。武器としては。武器じゃない。そうですね。まあ、突くとかそういうのはできる。使おうと思えばね、できますけど。やはりこういう反りがある方が、武士としてはこう使える。それで、こういうだんだん時代が変遷していく。先生、今日は一日どうもありがとうございました。ね、いただきましてありがとうございます。本当に、でも日本刀を作っていくこの過程もすごく長い時間をかけてですし、やっぱりその精神を込めていくっていうのが、すごい先生の今日のお話と、ちょっと作業を見せていただいて、すごいちょっとこう感じました。そうですか、はい、ありがとうございます。もう本当にいい勉強になりました。ね、日本刀は大事なもんですね。そうですね。大切にしていただきたいと思います。そうですね。今日はありがとうございました。どういたしまして。はい、古事記にはスサノオノミコトがヤマタノオロチを退治した際に得た草薙の剣を
姉のアマテラスオオカミに献上する場面が描かれています。このように神代の時代より刀剣は武器としての性格だけではなく、所有者を守る神聖な力を持つものとして考えられてきました。この鍛錬された合算流の刀剣の美しさに世界中の人々が引きつけられるのは、全てのものに神が宿ると考えた日本人の魂そのものに魅せられているのかもしれません。